こんにちは。発酵調味料教室シンプルブリューライフの早川です。この動画では発酵食などの食に関する知識やシンプルで快適なライフスタイルを実現するための方法などについてお伝えしています。 えー、シンプルで、こう、かつ、ですね、快適な生活を送っていくために、私が、えー、実践していることをいろいろお伝えしているんですけれども、今回はですね、えー、服装、まあ、服についてをちょっとお話ししたいなと思います。えー、で、あのー、まあ、そうですね、昔はというか、あのー、若い時は、 その若ければ若いほど、こう、ファッションとかにすごい興味があったんですけど、なんか、なぜなんでしょうね。歳を取れば取る。 に従ってだんだんだんだだだんあのそういういことに興味がなくなくくってくるんですよあれなんかすごい不思議なんですけども、えっと、本当に中学生ぐらいの時は自分でなんかスカートにレースを縫い,縫い付けてみたりとか自分でワンピースを作ったりとかそういうことをしていたぐらいなのに、まあ、徐々に徐々にファッションの好みとかもいろいろ変わってきてもう今ではですね本当にファッション というものに力を入れるってことがもう一切なくなってきたんですね。まあ要はそれは別になんていうのか人生の楽しみを捨てたとか、えっと女としてのこう。 魅力をこう別にもう見せなくても良くなったとか女を捨てたとかそういうことではなくって、えー、まあもっと他にやりたいことがいっぱいあるんですよね。要はファッション毎日、えー、いろんなこの今日は何着ようとか今日はどういう髪型しようとか、えー、この服だからこの靴を合わせるとか、この服だからアウターはこれを合わせるとか、なんかそういうことを考えたり、で えー、それを選んだりとかで選んで着てみたんだけどなんかいまいち鏡見てみたら「いまいちだな」っていう風にでなんか悩んじゃったりとか気分落ち込んじゃったりとかなんかそういうことが。 もうなんか無駄だなっていうふうに思えるようになったんですね。要は、時間ってすっごい大事なんですよね。時間が大事っていうことも、世の中何が、何よりも、お金よりも、何よりも、時間が大事っていうことに、やはりこう、ね、気づいたっていうこともあって、そういう洋服選んでる時間とかが無駄だなって思ったんですね。なので、まあもちろん洋服選ぶ時間も無駄だし、あのー、洗濯とかに、こう、 かける時間もまあまあ無駄じゃないですか。そういう時間があったらもっとやりたいことが山ほどあるんですよ。もっと他にやりたいことがいっぱいある。と、えー、いうことで、えー、なるべく、えー、そこに無駄な時間をかけないっていう、えー、方向にシフトしていったんですね。まあ、それはやっぱりシンプリ、 とかあのミニマリストとか、まあ、そういうところにつながってくるものもあってですねそのためこう洋服をこう減らしていったりいらないもの着ていないものは減らしていったりする。あとはやっぱりこの自分が快適に 生活していくためにですね、人に見られてどう思われるかっていうこととかよりも、えー、着ていて自分が気持ちいいのか楽なのか、そういうことにやっぱり重きを、えー、置きたいというふうになっていきました、うん。やっぱりそのファッションにこだわる人って結局まあ、 人にどう思われているか人からどう見られているのかっていうのをものすごい気にしている人ですよね。まあ、あとは自己満足っていうのもあると思うんですけどもそれ自分が気に入った服を着ていればまあ気分が上がるとか、まあ、そういうこともまあ,あると思うんですけども基本的にまあ人に見られるってことがまあ前提なんだけども。 あの、まあ、やっぱりそれもですね、人ってそんなに自分のこと見てないと思うんですよね。大概の人ってそんなに見てないんですよ。自分が、あ、なんかこれちょっと見られてるかもしれない。今日ちょっと寝癖ついてるから、なんか恥ずかしくて、コンビニとか行けないとか、なんか本当に、えー、女性だと特に、 化粧してないとコンビニ行けない人とかって結構いますよね。まあそれって本当にそのためだけにわざわざ化粧するとかもしくはコンビニ行くの諦めるとか、そうって本当無駄だと思うんですよね。多分誰も見てないんですよ、はっきり言って。絶対誰も見てないんで、まあ見,て見たとしてもそんな記憶に残らないし、あの別に芸能人でも何でもないので、あのそこを別に気にする時間はもったいないし、気にする、えー、そのそこに脳みそを使うとか、 っていうのがね、あの、すごいもったいないなというふうに思いますので、えー、よりこう人生を快適に自分のこう気分よく過ごせるためにですね、まあ服をどういう服を選んでいくのかっていうところをこう、えー、お話ししていきたいと思うんですが、まずですね、一番大切なのは あの洗濯しやすい服ですね、えーと。乾きやすい服です。乾きやすい服。これ本当にやっぱり乾かない服って相当ストレスなんですよね。同じようにこう同じ時間にみんないろいろ,いろ、まあ、下着とかも含めて全部干しても一つのそのなんかえー 特になんか分厚い生地の面で分厚い生地のやつとかって全然乾かないじゃないですか。特にあの袖の袖じゃない？脇の下のところとかだけがなんか濡れていたりとか。あとその袖がこうリブになってるようなやつって。ここだけがまだ濡れ湿っていたりとか、えー、そういうことになりがちなんですよね。なので、そういう乾きにくい服っていうのを。 持っていると洗濯にやたら時間がかかるんですよ。よ要はもうあの乾いてたたんで片付けようって思ってるのにそれだけがまあ片付けられなくって、またちょっと干しておかなきゃいけないとか、なんか干し方工夫しなきゃいけないとかっていう風になるので、まずやっぱり乾きやすい服を選ぶっていうのはすごい大事だと思いますね。はい。まあなんていうかまあ、ファッション性よりも合理性みたいなとこですよね。 でまあ当然ですね、家で洗濯できる服を選ぶっていうところですね。クリーニング代って本当に馬鹿にならないので、えー、クリーニング 出すっていうの結構勇気いりますよね。毎回出すのもちょっとねって思うし、だけども、一回来たら冬であろうが、ちょっと肌に触れているような、こういうま襟とかだけであっても、こういう中にね、あのー、ちゃんとアンダーシャツみたいなのを着ているとしても、ここが触れているから、やっぱり冬であっても、一日来たら洗いたいですよね。で、それをまあ、 でもちょっとそれあの家で洗えないからって言ってなんか2、3回切るみたいな、えー、いうのとかもちょっと不快じゃないですか。だからそうなのとかは嫌なんですよね。はい、なのでなるべくというかまあ絶対に、えー、自宅で洗濯できるもの。かつ、えー、なんかこの洗濯機で洗えますっていうかふうに書いてあるセーターとかそういうのもあると思うんですけどもまあまあでも縮んだりしますよね。縮んだり伸びたり絶対しますので、えー そういう、まあ、ことが起こらないものを選ぶのがいいかなというふうに思います。あと、毛玉ができにくい服ですね。毛玉がすぐできると、やっぱりもう、なんかもうすぐ慣れてしまう。毛玉取るのめんどくさいじゃないですか。で、毛玉もついちゃったら、もう、よっぽどなんか高くていい服だったら一生懸命取るかもしれないんですけども、まあ結構その時間とかが無駄だったりするので、毛玉がつきにくい服ですね。っていうのを選ぶといいかなと思います。 であとはまあ,あの着心地がいい服っていうとこなんですがんともう、えー、とセーター毛糸とか使ってる要は毛を,を使用している服は大概これ神経質だと。 まあ神経質だからだと思うんですけど神経質なな人っってあのチクチククがすすごい嫌なんですよね、えー、もちろん下になんかあのヒートテックみたいなやつ着てその上からえ着てるんですけどそれでもチクチクってするじゃないですかでこの辺もチクチクってするしこの辺もチクチクってするしなんかそれがえすごい嫌ででもなんか今まではやっぱりその冬になるとなんとなく。 寒いしあなんかあったかい服欲しいなと思ってついついそういう毛が使われているものを買っちゃったりしたりしたんですけれども大概やっぱり何回か着てもやっぱりチクチクするから嫌だって言って処分したりとかしちゃってるんですよねなのでもう最初からもそういうものを買わないっていうふうにちゃんと決めるってことですね自分が着てもうこれちょっとなんか可愛いから欲しいなって思って買っても そのうち着なくなるっていうのはもう経験的にこう何回も分かっていることなので何回も多分失敗して失敗してでもまた買ってみたいなことを繰り返してしまうと思うのでまあそういうところもですね洗い出しをするといいんじゃないかなというふうに思いますま。着心地っっていいうとととと本当にでですすすねねこのタタググかかが痛いやつとかもああたりしますしま 結構そのブランドものの服とかでも、ブランド物の,の服でデザイン性はすっごいしっかりしてるんだけど、物が悪いやつって結構多いですよね。まあそういったものも、やっぱりあのせっかく買ってもすぐ処分するはめになったりしますので、えーまあ とにかく快適に過ごせる服ですね。締め付けがない服、えー、っていうのを選んでいくといいかなと思います。やっぱりその、いかに家事労働を減らすかっていうのが重要なとこな、だと思うので、家事労働で結局お金にならないんですよね。いくら家事労働したって誰もお給料払ってくれないわけなんですよ。うん、なので、いかにそれを楽にするかっていうのをすごく重要だと思っていて、えー、それが、えー、 短縮できればその時間他のことに何かもっと生産性があることに時間を使えるのでやっぱり家事は最小限に抑えれるようにいろいろ工夫していくといいかなと思います。でそのまあ一つとして選択しやすい服を選ぶっていうところですね。はい なんでまあセーターとかあったかいからあの冬場はいいかもしれないんですけどもそこをちょっとですねえ工夫してえ1枚多く着て1枚まあヒートテックみたいなやつをもう1枚多く着てで一番上はなんかアクリルとかのこの何て言うんですかねまあスポーツウェア的なものとかえまあ面100%の乾きやすい面のものにするとかえそういったことをしていくといいんじゃないかなと思います。 で、あと、あの、ファッションは、統一性をしっかり、えー、するとですね、無駄なものが増えなくてもいいと思います。なんか、 あれも欲しいし、これもこういう格好もしたいし、ああいう格好もしたいみたいな。なんかミニスカートとかも履いて、ヒールとかも履きたいんだけど、だけどなんかもうちょっとカジュアルなあの格好で、ペタンコ靴とかも履きたいとか、なんかそういうふうに方向性がバラバラ統一されていないと、無駄なもの、アイテムいろいろポコ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 あって、でもこの靴にはこの服しか合わないみたいな。この ジャケットにはこのスカートしか合わないとか、なんかそういうことになってきてしまって、結局全然組み合わせることができずに、最終的にもう着る回数がすっごい少ないまま終わっていくみたいなことがありがちなので、まあ、統一性をもうしっかり決めるっていうことも大事だと思いますね。はいえー、もう 私の場合は本当にもうシンプルで柄が絶対ないやつですね。柄がないやつ。持ってるっちゃ持ってるんですけども、最近買っているものは本当に柄は絶対にないですね。なので、色も、色ってこともないですけどね。とにかくあれですね、無印良品、ユニクロみたいなそんな感じですね。それでもう十分揃うとえいったところです。で、あとはアイテム。 ですね。まあ統一性を持たせることによってアイテム少なくすることができるので、え結構まあ、服が好きな人とかって、うわーってこういっぱいこう、あの、なんて言うんですかあそこの、ドレッサー、ドレッサー、ドレッサーじゃない、えっ、ー、と、クローゼットですね。クローゼットの中にもう山のように服があったりとか、えー、する方って結構ね、いると思うんですけども、 その中の服一体どれだけ着いているのかっていうところですよね。もう半年、えー、1年着なければもう着ないっていうふうにも言われますので、えーまあ、アイテムっていうのは少なくしていくと、えー、いいと思いますね。で統一していけば、まあ、おのずとそのアイテムって少なくなっていくんですよ。そんなにいっぱいいらない。同じようなもんばかりそんなにいっぱいいらないっていうふうに思うので。でかつ、えーまあなんか 可愛い,いから買ったんだけど、ちょっとウエストがきついから、頑張る時しか履かないみたいなやつとかありますよね。ちょっとこれ可愛い,いんだけど、若干この辺透けるから、なんか夜しか着れないとか、なんか、うんお腹がちょっと目立つから、食べてない時しか着れないとか、あの、あると思うんですよ、いろいろ。あの、特に靴とかはそうなんですけど、靴、ヒール系のものとか、あとちょっと尖とってるやつとか、あの、そういうのもの、 があると、え、これ、今日可愛いから履きたいんだけど、でも、今日いっぱい歩く予定だから、ちょっとやめとこうとか。そういうのありますよね。なんであの、まあ、そういうのを、まあ。もう。端から。 あの、排除していくっていうのも手ですよね。もうそういうの全部端から排除していっても、自分が快適って思うものしか残さないみたいな風にしていけば、もうアイテムがどん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 減っていくので、もう毎日これ、毎日これみたいな風にだんだんなっていくんですよね。それで、でもちゃんとこだわったいい靴、えー、いい服、 いいいジャケットっっててうのを持れればもうそでで別に十分なんですよね毎日同じ服を着ていたところで誰も何も思わないし、えー、誰もも、まあ、もちろん文句も言わないですし「えやあの人毎日同じ服だよね」なんて、えー、言う人もそんないないと思いますしまあ誰も見てないですしねそんなところまでね。はい なのでまあアイテムを少なくく、えー、していくといいとですねでアイテムが少ないとやっぱりその服を選ぶっていう時間ですね、えー、そこに取られる時間が大幅に減りますよねもう決まったものしかないから、えー、もう取って着るだけみたいな感じなんですよね。そうするとやっぱりこう その分の時間ってまあまあ取ってると思うんですよ。えー、明日なんか天気予報を調べて、明日天気こうだ、雨だから、えっ、ー、と、スカートにしようとか、えー、ロングスカートをやめようとか、えー、靴はこれでとか、上着はじゃあこの服だったら上着はあれでとかって、いろいろ考えるのってまあまあ、あのー、時間かかりますよね。なので、そういうところに脳みそ使うのって非常にもったいないなっていうふうに思うんですね。なので、えー、もう例えばですね、 仕事でなんか仕事場に通勤しているのであればもう仕事の時はもうこれってもう制服みたいにして決めてしまうっていうのがまあ一番いいですよね制服化するとすごい楽ですなんか私服で行く仕事ってなんかどうしても気にしがちというかあんまり毎日同じのを着てるのもなんか恥ずかしいなみたいなのとか、えー、っていうのがあるかもしれないんですけどもそういうところのもう思いを排除してですね、えー とにかくもう、じゃあ、月曜日はこれ、火曜日はこれ、水曜日はこれって決めるとかも、仕事の時は、えー、シャツだけって、シャツを三 三枚用意しといて、月火水、木金月火水、木金みたいな風に、もう,こう回していく、ルーティンしていくっていう風にしていけば、もう全然そういう選ぶ時間が節約できますよね。もうあとは、あの私なんかは本当に、下着とか靴下とか、あの、下に着るシャツ、アンダーシャツみたいなやつですね。ああいうものとかは、いろいろまあ、予備はあるはあるんですけど、大体三3個。 全部3個ずつあって、その3個をこう使い回している感じなので、で、1個は洗濯機の中に入っていて洗濯を待っている、1個はタンスの中、タンスの中にはない、1個は干してある、1個は明日の準備をしてあるっていうふうで、いつもこの 3, 3セットがこう置いてある場所があるんですよ。で、それをもう使い回しているだけなので、その引き出し、タンスの中にしまい込むっていう作業すら、 なくなるんですね。そうすると。えー、今、一個は、例えば靴下だったら靴下は3、3個あって、まあ全部同じなんですよ。全部黒い同じ靴下なんですけど、3個あるうち、一個は洗濯機の中に入ってます。一個は今干してあります。で、もう一個は明日履くように準備して置いてあります。っていう風に置いて、常にその場所に置いてあるので、それをぐる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 回してるだけですね。で、洗濯、えー、乾いたらそれを畳んで、明日着るところに置く。で、木を脱いで やつは洗濯機の中に入れるみたいな感じでやっておくともう畳んで片付けるみたいなことをしなくていいですその時間が節約できますでイコール家事も楽になりますなんでまあそういったことをしていくといいですよねえっとタオルとかもそうですよねタオルも、まあ、予備ではもちろんあるんですけどもいつも使う枚数って大体決まってるじゃないですか お風呂に入った時に体を拭くやつ朝起きた時に顔を洗った時に拭くやつとかってで,でプラスそか,かける人数ですね。で決まってるのでうちはちなみに1日に3枚しか使わないですねフェイスタオル3枚しか使わないのでそれももうルーティンで回していて要はタオルが6枚あってですね いつも、えー、そのうちの3枚は洗濯機の中に入っていて、で、その後の残りの3枚は今干してある状態ですね。で、干してあるやつが乾いたら、えー、今日の夜使うみたいな。そういう感じで、タオルももう畳んでどこかに片付けるってことが一切ないです。もう片付ける場所がないですね。もうそれを作ってないですね。はい。 なんでそういうことをすると場所も取らないし、まあ無駄な作業がないというところですごくそうやってアイテムを少なくしていくというのはすごいおすすめですね。まあとにかくですね、あの、快適な生活を送るために服装を考える。まあ別におしゃれをしないとかそういうわけじゃないんですよ。おしゃれをしないっていうわけじゃなくて、もうこういう格好っていうふうに決めて、で、 かつ、アイテムを少なくする。厳選するってことですね。厳選して。まあ、それが別にユニクロであっても、すごいブランド物の高いものであっても、どっちでもいいんですけども、とにかく厳選してアイテムを少なくする。かつ、家で洗濯できるもので、えー、乾きやすいものとか、仕上りになりにくいもの、ね、そういった、えー、扱いやすいものっていうのを選んでいくと、えー、なんて言うんですかね。こう、シンプルな。 暮らしができますし、家事を、家事の負担を減らすってことができますので、えー、一度ですね、服いっぱい持ってるって方は、えー、見直してみてはいかがでしょうか。はい。ということで、えーまあ、この動画ではですね、シンプルライフについて、あと発酵食についてですね、まあ、そういったテーマで皆様の、えー、お役に立つ情報をですね、発信しておきますので、見逃したくないという方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。えー、あと、その、 発酵食のですね、えー、動画で学べる発酵食講座というですね、動画講座をリリースしておりますので、えー、興味がある方はですね、下の概要欄の方チェックしてみてください。ということで、今回の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。